仏教的青春学園ストーリー舞台仏仙。おバカな生徒たちが繰り広げるはちゃめちゃな学園コメディー、12月6日梅田芸術劇場メインホールで上演。 E プラスをご覧の皆さん、こんにちは、吉沢亮です。その仏仙というのはですね、仏教専門学園を略して仏仙というんですけれども、ある山奥のお寺の仏仏仙寺っていう本当に貧乏なお寺があるんですけど、そこがこうそのお寺の運営資金を集めるためにその仏仙を始めて、言っちゃえばぼったくり学校みたいな感じなんですけど、そこに集まった生徒たちがすごくみんな個性的で、すごい厄介なやつらが多くて、で先生も先生で本当に癖のあるキャラクターで、そんな彼らが仏仙ではちゃめちゃな共同生活を共にしていく中で少しずつ成長していくという物語です。その隣のお寺に金金福寺っていう、すごい仏仙とは真逆の本当に大金持ちですごい豪華なお寺があるんですけど、そこからそのお寺からスパイとして仏仙に送り込まれるわけなんですけれど もうすごい天然で、もうびっくりするぐらい天然で、なんかこう自分がスパイだということを忘れてみんなと仲良くしてるみたいな、もう本当にスパイだっていうことは入学してその日にすぐバレるんですけど、なんか自分はバレたことすら気づいてないっていう、もう本当に天然で可愛い男の子の役です。ドラマを見れなかった方々にも全然楽しんでいただける内容にするために、なんかこうドラマの部分とはまた連動している部分はありつつ、なんかそことはまた違うというか、なんか一回ドラマのことを忘れてまた舞台で一から作り直すっていう形なので、すごい楽しんでいただける内容にはなってると思います。笑いのポイントが結構関西の方好きなんじゃないかなという気がするんですよね。なんかこのノリが、それが関西の方がどういう反応するのかなっていうのは結構楽しみです。舞台仏仙を12月6日に梅田芸術劇場メインホールで上演します。笑いあり涙あり、そして最後には、皆さんにしっかりとしたメッセージを届けられる、作品になっていると思います。ぜひ劇場でお待ちしております。